はい。それでは本ちゃん、えっ、ー、と、東海ステークスと AJCC 行きましょう。はい。すいません。今日はライブ見てくださった方、申し訳なかったです。途中で。すいません。多分、情報出てたと思うんですけど、はい。えー、地上波はね、あの、一応今んところセーフいただいてるんですけど、どうやらあの、<laughs> レース終わった後にグリーンチャンネルね、ちょこちょここう、詳細見せた時に、あの、リプレイ画面とかで、今回ちょっとリアルタイムに、グリーンチャンネルさんから、 え、著作権のやつ、ポンって指摘入って、はい。1回目の警告受けました、これ。はい。え、一応警告が前も1回あったんけれど、3回かな。3回受けたらアカウントがちょっとやばいことになるってところで、今1回目で、90日間、一応これ続くんだ。あと2回。まあ、なんか、明日やりますけど、グリーンチャンネルはほぼ映ないように頑張ります。はい。 そんなガッツルとしないんですけど、あれでもやっぱね、あの、見られたらボーンってやられたんで。はい、ちょっと。もう一回警告明日受けるようでしたら、ちょっと今後の方針考えます。92時間を一旦警告リセットまで我慢するかってことですね。はい。じゃどこですいません。えー、どこ、どこまでやった岩清水ステークスはやった。やってた。やってたっけやった,やった。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 ジュンブロッサも飛んで背を着て、あ、やった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 ,やった。 やってるやってる。トランキれてきて怒ってたから。中山ができてないんかな多分な。初うステークス行くまでに多分バン食らってるんですよね。こ僕らのメインは、純の重症消化してとおり、アイファテオを着てくれた願りがとございました。やったやつや。あ、そう,そう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 。はい。ってところで、はい。一応明日へ露店しますけど、はい。えー、東海ステークスは、明日、京都が引き続き、雨が降ると思われるんで、はい。 えっとね、一番人気はね、結局5名がギネスになっちゃいましたね。はい。4サイバーですね。明け4サイバー。はいで。ビクトリアル坂も2番人気と。ってところで、えっと、それよりも、一旦実績重視のウィリアム・バラーズ。えー、足抜きババならこの馬かなというところで、はい。前走ね、あのー、サス競馬で3着、えー、7枠順番からところで、あのー、 まあまあ、今回と似たような形になると思うんですけど。まあ、前回はセラフィックコールがちょっと強すぎたんと。はいはい、メイクアリープですよ、あとね。はい、に負けての3着。まあまあ、後ろから行ったなりにしたらよく頑張ったなという内容なんで。えー、両方は1分51秒5っていう、まあそこそこ行動計出てますんで。はい。どっちかというと足抜きがいい方がいいし、 と動画型で言うと一応逃げ馬が今回多分思いっきり逃げる馬多分いなかったはずなんで、まあ、どうするかなんですけど。外枠で、まあ酒井流星さんなら先行した方がいいんじゃないかってところであ番最悪2番手追走。逃げたらね、もしかしたらエレギュラーにかかりに行くもおるかもしれんのでペプシドナイルとかぐらいかなと思ってますけどね。はい。ね、逃げ型で言うと、はい。そこさ、あとバビットか。これがちょっと どうなるか、センター後来てね。はい、これが無理やり押していくようなら、無理に戦闘23番手で、うん、前生かしての23番手で、しめしめと戦闘をかかう方がいいかなと思ってるんで、よろしくお願いします。はい、今、絶好調、坂井隆生さん。えーと、今日も2、3勝した。3勝、えー、2着2回、3着1回。えー、2024年、えー、すごいっすこれね。22%勝,22勝率で、えー、連帯36。 三着以内40と。かつ、ええー、と、まあ、特にこのコンビというか、えー、上村さんのとこですよね。はい。ええー、すごいでしょ、多分。なんか、そうやね。5225ですからね。はい。えー、35%の勝率と64.3%の三着以内率。連帯50%。と今日も、えー、ダンテバローズ、そしてセオで、 えっとあとシルキーがあるかなはい3回馬券絡んでますんで今一級あるこの9社か確かにいいんじゃないかなと思ってますはいまあでもねあのー、こんだけ今どうでしょう、まあ、そこそこ有,有名っていうか多分この ね、二組は有味だと思うんで。まあ、ここでの三番人気なんで、美味しいかなと思ってます。これがね、一番人気でマークされたら厳しいかなと思ったんですけど。まあ、なんとか、えっ、ー、と、オメガギネスとビクトゥファルスが行ってるんで、まあ、たぶ明日は多分二万人気ぐらいになると思うんですけど、オメガギネスがいてくれるんで、ちょっと助かっ、人気は助かってるなと思ってます。まあ、オメガギネスが強いか、親やか別にして。はい。まあ、ちょっとね、オメガギネスが未知数なとこあるんで、やっぱね、えー、確かにアキュンサイバは、えー、強いっちゃ強いんですけど、はい。 まあ、全部解消できてるんで。まあ、ちょっとレパード負けましたけど。はい。えー、オメガギネス。ことさきさんが京都来てどうかですよね。はい。京都なんでよろしくお願いします。あ、DJCC がちょっと迷ったんですけど、明日雨降るんかなわからんねんけど、はい。えー、っと、クロミナンスとか面白いかなって一旦印打ったんですけど、もし明日ババが痛むなら、ボッケリーに外ですけど、のがいいかな。<laughs> 実績重視で行くか、ぼっきりにかなーってとこで一旦行っておきます。はい。まあ、ババが、問題ないならクロミナンス、ルメイちゃんで行こうかなと思ってるんですけど。はい。ちょっと一旦ぼっきりに戻しました、無難に。あー、12等だってなんで、そんな外でも問題ないんかなと思いながら、ただ、 オッケリーの場合は、ババが悪いところでも、あのー、しっかり伸びてくれるんで、まあ、ど、どっちかというとち寄りでもいいんかなと思ったんですけど、はい。あんまり、大外枠ってイメージがあんまりまでないですよね。大体、うち立ち回って、まあ、なるおきねぐらい強かったかな、外回して。まあ、こういうキャバで切るんで、まあまあ、強い、っていうか、外でも問題ないんかなと思って、ただ、二桁番号ってあんまり、なかったっすよね。アンドロメダって2着以来か、中級日し4着。 あ、でも、ここで大丈夫てめちゃく来てるか。まあ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 。久々のね、なんか外引いたなって感じ。まあ、7K も引いてるか。ところなんで。はい。まあ、もう一回勝ちそうですか。もうそろそろ引退、もうちょい行く。はい。G1 狙うとここを狙ってるってことは多分本気だと思うんでよろしくお願いします。チャレンジカップからですもんね。はい。お願いします。ちなみに、ワイネル・ウィルトスよ人気出るでしょ、多分。マイネル・ウィルトスもいわく入ったからな、これ。 たけしかほんで、あー、これインコース死んだふりたけしこれ。あー、それはえぐい。<laughs> ただあれやな、距離が短縮されるしどうかなって話をしてたけど。一億たけしはいくいな。たけしさんも今年、っていうか今日とかも結構良かったんじ二着、一着いいかい。えー、そうですね。相変わらずですね。19%、の39%。いいですね。がいい、いい、いいですね。全然いいですね。はい。よろしくお願いします。こんなもんかな。ちょっとまた明日のを見てからですね。あとはちょっとライブがほんまにいい、ね、明日、 まともにできるんか多分ね問題ないとこ落としてるんですけど、多分一応多分この90日間は結構厳しくチェックされそうなんで、明日ドキドキしながらですけど、多分やると思うんやけど、もし一時用派でもバーンってされたらもう終わったなと思ってください。も急にバーンって切れたら終わったと思ってください。きついな、マジきつい、マジ <laughs>。マジきついな。はい、こんなもんにしときましょうか。はい、以上で終わります。ご清聴ありがとうございました。